えっと今日はですね、Google 翻訳を使って英語の勉強をしていきたいと思います。えー、私が言う英語と日本語をそのまま繰り返し言ってくださいね。では、これかなあ、これです。はい。ここに日本語を入れますので、えー、そうですね、私が言う後に続けて言ってもらおうかな。はい。何しようかな。お前はもう死んでいる。 どうでしょう今のどうじゃあ読みよう。お前はもう死んでいる <laughs>。これね。はい。じゃあこれ英語読みましょう。ちょっと待って聞いてみよう。はい。こんな感じですね。もっと大きな声音がいいちょっと今小さかったちょっと大きしましょうか。こんなもんですか。はい。You are dead。はい。じゃあ次ね。そうですね。何しようかな。 魚釣りが大好きです。I love fishing。こんな感じね。あこっち今、今出ちゃった、これ。<laughs> ちょっとこれ消しましょう、消しましょう。はい、じゃあ次行きましょうね。韓国語は喋れますか Can you speak Korean? こういうふうに私と一緒に読みましょう。じゃあ次ね。そうですね。実際問題としてそれはとんでもない話です。はい。実際問題としてそれはとんでもない話です。じゃあこっちも読みますよ。 完璧な英語ですねじゃあ一緒にね。As a matter of fact, that's outrageous.Outrageous. 覚えておいたね、この単語ね。じゃあ次行きましょう。大晦日に紅白歌合戦を楽しみました。大晦日に紅白歌合戦を楽しみました。 紅白歌合戦ガっていうのね。I enjoyed the 紅白歌合戦ガ on New Year's Eve.On New Year's Eve.On を使いますね。Eve でもね。それから、えー、っと、この紅白歌合戦ガセンって名前なのにザが前についてますよね。よくあるんです、こういうこと。つけない呼び方もある。つける呼び方もある。それはもうその 元のところに行かないと分かんないんで、まあ、一応つけておくっていう感じなんでしょうね。じゃあ次行きましょう。ああ、もうめんどくさい。さあ、どうでしょう、これ。じゃあまず、ああ、もうめんどくさい。じゃあこれね。うーん、いいね。ああ、t s so troublesome。どんぞ行きましょう。先生。 質問があります。先生、質問があります。Teacher, I have a question. これ、Teacher じゃなくて、水何なになにって名前言ってもいいんだけど、Teacher って言っても構いません。本当は言わないなんて日本人はだいぶ言うんですけどね、Teacher って時々言いますよね。じゃあ次ね、もう一つ最後にしましょうか、これが。 時間稼ぎはやめなさい。時間稼ぎはやめなさい。stop wasting time。ちょっと違う気がするけど、まあいいでしょう、これでも。もう一つ聞きましょうか。お刺身大好き。お刺身大好き。これで,これで聞きましょうか。 いいね「I love sashimi, raw fish」でも構いません。